Music for you, lyrics for me. Doll Station, Dora Station。 皆さんこんばんは。始まりました、トールスラディオ。トールスラディオとは、トールスアカペラチャンネルで出会ったアーティストの素顔と魅力に迫る全4回限定のラジオ番組です。僕と一緒に番組を盛り上げてくれるのは、パーソナリティの新規くんです。皆さんこんばんは、ラジオパーソナリティの新規です。よろしくお願いします。お願いします。トールスさん、はい、第2回目始まりました。始まりました。いや、もう前回ね、第1回目楽しかった。楽しかったですね。楽しかった。もうあの放送を聞きながら、もう面白すぎて自分で笑っちゃいました。わかる。わかる。無茶ぶりをし続けて、ね、もう楽しかった。楽しかった、ね。ありがとう。知らせてありがとうって思いながら。ね、楽しかったですね。本当に楽しかった。そういえば、トールスさん、皆さんに素敵なお知らせあります？はい。この度ですね、はい、ゴスペラーズの、はい、皆様にですね、はい、僕前回、アイモンチューの時にこう、提供させていただいたんですけれども、噛んじゃった。アイモンチューという曲を提供させていただいたんですけれども、この度またですね、はい、ゴスペラーズリーダーの村上哲也さんと、はい、共作で、曲を作らせていただきまして、そちらが12月5日にリリースになりました。すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。タイトルは誰かのシャツという曲です。自分で言うのもあれなんですけど、めちゃくちゃいい曲なんで、はい、本当に聞いてほしいです。めちゃくちゃいい曲です。めちゃくちゃいい曲です。私本当に知らずに、ラジオで、多分始めて配信だったんですよね。うんうん、そうです。それをたまたま聞いていて、うん、アフターシックスジャンクションね、TBS のね。聞いてまして、はい、あれトールスさんの曲じゃんと思って聞いてました。すごい素敵な曲だったので、本当皆さんぜひね、聞いてみてください。めちゃくちゃいい曲。ちなみにどこで聴けるんですか？これはもう Spotify、Apple Music の、はい、配信でも聴けますし、はい、購入もできますので、はい、もうぜひ聴いてください。ぜひ聴いて。このラジオ聴いた後に、すぐ聴いてください。聴いてください。この後すぐ。この後すぐですね。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。次も待ってますね。はい。はい、第3弾もお楽しみに。何も決まってませんが、お楽しみに。待ってます。ありがとうございます。はい。はい、今回、第2回目ということで、はい。2回目もスペシャルなゲストを。いやもうね、とんでもないゲストが来てますよ。それ緊張しちゃう言い方じゃないですか。呼んでおります。はい。はい。神代みずきちゃんでーす。イェーイ、はい、神代みずきです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もう最高ですね。はい。本日のゲストの神代みずきちゃんですね、はい、アカペラグループハイスクールバンバンのメンバーとしても活動中で、はい、あのハイスクールバンバンのそうです、はい、その他ルポタイムというグループでも活動しております。あと一人でもね、YouTube とかで歌ったりしております、はい、どちらも19歳、はい、よろしくお願いします。お願いします。いや嬉しいですね。嬉しい。いや、こちらこそ読んでいただけて、めっちゃ嬉しいです。いや、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに、ラジオは出たことありますか？いや、これが初めてなんです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。初ラジオ。光栄ですね。すごい、ドキドキしてます。本当にドキドキしてるね。なんか、予想外にドキドキしてるね。まあ、その緊張感を皆さん、味わっていただきながら、いろいろ聞いていきたいと思います。はい。はい、実はですね、私、みずきちゃん、今日が初めましてではなくてですね、ほら、2019年の全国ハモネプリーズで、同じ楽屋だったんですよ。うん、やばー、そうなんです。そうか、しんきくんもね、出てるもんね。はい、私も一応、無糖ホワイトというグループで出させていただいて、うん、その時のハイスクールバンバンも同じ楽屋で歌ってました。素晴らしい。はい、でも制服だったので、あ、この子たちはもう高校生なんだなっていうのは分かったんですけど、うん、練習中から歌がうますぎて上手い、いや本当にガンガンやっててそう、なんかこの曲歌うんだと思ったら、うん、オーヤーみたいな、え、歌ってないじゃんみたいなへえー、あったんだ。すごい、それもすごい素敵な曲だったので、うん、もしかしたら、いやそれ気になるな、そこまで言われたら気になるな。何言った？バンバン、バンバン歌ってた。あ、バンバン歌いました。歌ってたよね。そうです。ハモネプの応募曲。うん、あ、なるほど。で、初めてアカペラで歌ったのがそのバンバンで。へぇ。ちょっと、なんか楽屋に入ったら楽しくなっちゃって、ちょっと歌ってみようぜ、みたいな感じで。うわ、ノリで歌ってました。一番いい音楽の形を、ね、ですね。楽しくなっちゃって歌っちゃって。うん、ね。素敵。ちなみに、しんきくんのことは覚えてますか？正直に。
正直にね。正直。正直に言ってほしい。もうこれは覚えてない。これは覚えてない。今日がね、初めましてということで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、みずきちゃんもその、トールスアカペラちゃん出たと思うんですけど、はい、ハイスクールバンバンが出たきっかけみたいなのあったんですか？これはもう僕が熱烈オファーしましたね。熱烈オファー。熱烈オファーしました。そりゃそうですよね。そう、放送を見て、はい、マジで衝撃受けて、放送見てだったんですね。見ました。見て、はい、なんだこの集団はと思って。違う。でも将来やばいだろうと思って。もうそれがぐいぐい出てきてます、ね。そう、本当に。正直ね、でもオファー受けてくれないんじゃないかなって思ってたんですよ。はいはい。逆にどういう形でオファーが来たんですか？僕はなるほど。事務所の、お世話になってる方経由で、はい、連絡を取ってくださもらえますかっていう話で。直接確かに水木ちゃんに声かけるわけでもないですね。そう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 。だから、そう。いつもハイスクールバンバンのマネージャーとして、バンバン、アーツを用意してくださってるスタッフさんが、なんか LINE で、トールスアカペラチャンネルさんから、なんか、ご依頼いただきましたみたいな感じで来て。誰やねんおめでとうございますみたいなテンションで、ご依頼いただきましたみたいな。そんな、シャンパン入りましたじゃないの。ぶっちゃけ知らなかったでしょ。そうですね。でも、見たことありました。見たことあった？でも名前は聞いた、知らなくて。あ、じゃあ動画はなんか、なんとなく、あ、これ見たことあるかもぐらいの感じだった。おすすめとかによく出てきたので、見せていただいてて、その、お話をもらって、から、ご飯、しゃべりが。ご拝見してね。ご拝見して。この方がトールスちゃんかと思って、応援したいなと思って、受けさせていただきました。よかったです、ね、しいや、本当に。その時なかったら、今ここにいないですからね。本当に。嬉しい。嬉しい。どうでした、みずきちゃん、そのメドレー。あの、みずきちゃん、あれなんですよね。ね、出てるメドレーが一番最初のパートですよね。そう、一番最初。一番最初で、その メドレーの順番でレコーディングさせてもらったんですけど、はい、一番やからめっちゃ緊張して。緊張したね。ドキドキでした。するよ、ね。するお互いにガチガチで、こっちもガチガチで、で、みずきちゃんもガチガチなのか分かるわけ。せめてどっちか柔らかくて。そうそうそう。どっちか受け止めてあれ。そう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 。本当ね、こっちがね、こうほぐしてあげればよかったんだけど、よろしくお願いします。それ見たかったな、その様子見たいです ね。見たかった。なるほど、そんな感じだったんですね。そう、1年前ぐらいですか。1年前ですね。もう日付も覚えてますよ、もう11月のね、そう。あ、すごい。11月下旬ですね。本当に1年前ぐらいだ。そう。じゃあ、それではここでみずきちゃんが出てるそのメドレーを。はい、お聞きましょう。聞いちゃいます？聞きましょう。それでは、ハムネプ高校生が歌う、イエスタデーから始まるオフィシャルヒゲダンディズムベストヒットメドレー。ポケットの中で怯えた、とてはまだ忘れられないまま。Tell me, tell me, tell me, baby. 交換してます。ベッドの隅で泣いてないで。
はい、お聞きいただきました。ハモネプ高校生が歌うイエスタデイから始まるオフィシャルヒゲダンディズムベストヒットメドレー。いや、いいね、マジで。久々に聞いたけど、やっぱいいわ、これ。いいですね。パワーある。いや、もう本当に見ながらテンション爆上がり。爆上がりしてた。そう。ドキドキしてますもん、なんかこっちが、ね。裏でめっちゃ盛り上がってました。盛り上がってました。なんか緊張さっきしてたって言ってたじゃないですか。はい、え、絶対嘘ですよね。いや、でも、微妙に、脳だと声震えてるのは緊張なのか、フェイクなのか、そう、フェイク、そう、どっちなのみたいな。そういうの聞きたい。確かに。そうですね。あ、でもあれはアレンジです。うん、アレンジですか。それはもうアレンジ。大変失礼しました。すごい、いい、エネルギーがやっぱありますね。パワーあるね。なんか若さっていうのもすごく感じるかも。自分でも見ててちょっと若いなって思いました。いやいやいや、若いですからね。だって、確かにメドレーの時には、みずきちゃんは18歳。高校生。高校生だったね。高校生。はい、まあ、高校生と大学生ってだいぶ違うんですね。そうですね。とはいえ、高校生でこんなに歌が上手い子たちがいるんですね。ね。歌上手い子はね、いるけど、それが一つのグループに集まったっていうのはやっぱすごいなと思って。すごい。アカペラやってくれてありがとうございますよね。ね。本当に。嬉しい、ありがとうございます。いや、本当に素敵なメドレー。ぜひね、みんなメンバーそれぞれ衣装も、はい。2回みんな出てるのかな、そうですね。みんな2回ずつ。衣装も変えて、変えたね。うん。変えた。かわいい。もう絵でも楽しめますね、これも。絵でも楽しめる。第1回目のおしらはちょっとパワーというなんか圧の感じで楽しめるんだけど、またこれは違う楽しみ方がある気がするので、ね、ぜひね、皆さん動画でも見てください。うん、あとサングラスにちょっと映るっていうのが、はい。そう、いぶきくんのね、サングラスにね、みんな、そう、みんながね、こう姿勢よく待ってるわけ。ぜひね、もうそんなこと絶対、ほんと、こっちのチャンネルでは言えないので、もうね、こっちだったら言えない。俺もね、すぐ言おうと思ってたんだけど、みんなが気づいたら、いや、実はそうなんです、可愛いですよねってコメントしようと思って、待ってたら、誰も突っ込まないから、はい、今日まで言えなかった。じゃあぜひね、今日初めて。そう、今日初めて言う。これで言って、そう、はい、見て、コメントしてください。コメントしてほしい。本当だ、映ってるってコメント欲しい。ラジオで聞いたよって。そう。それ楽しみにしましょうか。はい。ありがとうございます。いや、素敵だった。はい。ということで、まあ、みずきちゃんせっかく来てくれたので、はい、まあ、普段のみずきちゃんというか、はい、まあ、グループの時もそうなんだけど、はい、じゃあ、普段の時のみずきちゃんのどういう感じなのかをちょっと聞いていきたいと思います。うん、はい、はい。ちなみに、トールスさんの第一印象は、いきなりいきなりその、いきなり全然違う話だけど。はい、どうでした？だってさっきの話だと知らずに、よくわからないまんまというか、確かにやって。そうですね。はい、そのトールさんの動画を拝見して、はい、っていうの歌ってるところが何だろう、ね、男らしいっていうかちょっとイケイケな男性みたいな感じのイメージだったの で,、はい、だ, ったのでだったんです が, がお会いしたらすっごいなんかあったかい優しい方で、いや、ね、皆さん表情見えないと思いますけど、今のこの作り笑顔感ね。本心、本心、本心、本心。なんか、もうどっちも良かったですね。なんか入って、かっこいいと思ってましたが、落ちるかと思いきや優しくてって。優しくて、確かに。なんか、どっちもいい。確かに。落ちなかったって話ですね。素晴らしい。素晴らしい。素敵な人だね。確かに、そうですね。はい、本当です。うん、メドレーとかに出てると、ちょっとさっきも話してたんですけど、トールスさんの手の動きがすごい個人的に好きで、可愛いですよ、ちょっと。可愛い。可愛い。ちょっと可愛いよね。ちょっと可愛い。自分で言うのもあれだけど。癖になる、あの手の動きは何なんだろうみたいな。リズムを取ってるのが何なんだろうみたいな。そう、ぜひ一緒に見てほしい。そう。とはまた違いますもんね。ね、また優しくて。はい。まあそういうところもちょっとラジオで。うん、出していきましょう。いや、そういうのは、そうなんでね、誰も求めてないけど、そういうのいいんだよ。じゃあ、みずきちゃんの、もう言ってきましょうね。はい。ちなみに、アカペラを始めたのって、はい。いつからですか、ハモネプ。それは俺が言う。あ、ハモネプの、ね、トールさんが言うんですよ。俺が説明する。みんな、みずきちゃんの本人の説明聞きたいと思うけど、俺から言うと、はい、ね、ハモネプに出るためにハイスクールバンバン結成されて、そこで初めてアカペラやったんだよね。いや、どの立場から言ってんの？保護者みたいな。俺が作ったバリでしたね。そうそうそう。はい。なるほど。そうなんです。そうですよね。正解です。さすが。じゃあバンバンはハモネプ企画に組んで、そこから始め。はい。うん。それまでは全くハモ、あ、間違えた。
それまでは全くアカペラを聞くこともなかったし、うん、そうだよね、すごい歌うって自分も思ってなかったので、うん、ハモネプやるぞってなった時に、うん、すごい難しいなって思って、ね、難しいよね、はい、難しい、そうなんですよ、皆さん知らないかもですけど、うん、楽器使ってないんですこれはつって声だけでね、うんうんうん、ちなみに普段はどういう風に練習とかアカペラやって難しいかったこととかありますか、うんうんうん、はい、私たちのグループは楽譜を作らないんで。マジで？そうなんです。待って待って、いやダメじゃないですか。そんまあ、すみません、一回聞きます。うん、はい。そう、楽譜を作らないんで、その音をピアノとかで、うん、そのいつもアカペラのアレンジをしてくださっている方がピアノで音を出すので、それを耳で覚えて、もうその日に合わせましょうみたいな感じで、え？なんか覚えて。歌います。待って、これってジャズってことだ。ジャズジャズバンドでしたね。ジャズ、あのセッションしようぜっていうノリでやっちゃってるってことですか、ね、ジャズです ね, ね、すごすぎる。これは普段あの皆さんこれが当たり前だと思ってほしくないんですけど、普段はですねちゃんと楽譜、うん、あの音符がねついてる楽譜を用意して、それに合わせてみんなで練習をしてやるんですよね。っていうのが多いですよね、やっぱね。そうですよね、うん、すごい。けど皆さんの能力の高さというか、耳の良さなんでしょうか、うん、でもあの、その一緒にね、コラボして、さっきヒゲダンメドレーになりましたけど、はいはいはい、そのハイスクールバンバンのチャンネルの方でも、はい、僕一緒にコラボさせてもらったんですけど、はい、そっちの方もね、耳で聞きながらやったのよ。はい、すごい。そう。その楽譜を読めるメンバーが、私しかいないんで。なるほど。だから耳で覚えようみたいな感じです。驚きです。なるほどって言っちゃった。なるほどとはって感じで。なるほどね。はい、すごい。じゃあ、あれか、ハイスクールバンバンのチャンネルではその様子も見れる感じですかね。その見れます、見れます。みんな耳で。でも耳でやってる様子は見れないかもしれない。あ、なるほど。まあ、垣間見えるんです、ね、垣間見えないかもしれない。垣間見えないか。垣間見えない。垣間見えないそうです、皆さん。あの、アップされてるのはあくまでなんか、それっぽくこう、それっぽくって言ったらちょっとあれですけど、ね、ちゃんと完成された。はい。なるほどね。その裏では必死にみんなこう、必死で耳で聞いて。じゃあ、あの、裏側で必死にやってたことを想像しながら、それっぽくやってるのを皆さん見てください。そうそうそう。バンバンのチャンネル、ね、はい、はい。お願いします。面白いな。ちなみに、歌を始めようと思ったきっかけってありますか？ああ、そうですね。なんか、うん。うん、私は、小学5年生の頃に、はい、あの側弯症っていう、原因が不明なんですけど、なんか背骨がなんか歪んじゃう病気にかかっちゃって、はい、そっからなんか入院とか手術とかを経験して、はい、なんかすごい孤独感とか、うん、辛いなっていう気持ちですごいネガティブな感じに なってたんですけど、うん、そんな時にその音楽を聴いて癒されるなとかすごい思ったので、うん、だから次は自分がなんか誰かの支えになるとか癒しって思ってもらえるよう なんか音楽を歌える、うん、音楽できる人になりたいなって思って歌を始めました。何そのいい話、なんかこれ全然知らなかったんだけど、なんかこの生まれ持ったこの天は二物を与えたね、あの耳麗しく歌も上手くて、ね、順風満帆にやってきたのかと思ったらその背景があったんですね。だからこそのなんかエネルギーみたいなのがやっぱり出るんですかね。ね、なんか人一倍重いみたいなところが。嬉しいです。そうだったんだ。そうですね。それが歌でよかったな。なんか感想みたいになっちゃった。ちなみにその時に聴いてたアーティストさんとか、普段聴くアーティストさんとかいますか？その時は、あの、彩香さんの曲をめっちゃ聴いてて、うん、でも、頑張っているからね。あ、そうですか。最初何の曲かと思った。三日月ですね。とか、うん、みんな空の下とか聞いてちょっと元気もらってました。確かにあれは元気もらえる。確かに。ちなみに他はなんか好きな曲さんです。そうです。最近は宇多田ヒカルさんとかミーシャさんとかその R&B 系を聴くようになりました。いいね、すごい。いいね。はい、なんかちょっとそこの、あの、なんだろう、宇多田ヒカルさんも、うんうん、あの、ミーシャさんも、年代的に、なんだろう、少し、
上というかですよね。そうですね。確かに。うん。なんかその最初は彩香さんとか J-POP のなんか王道みたいな感じの曲を聴いてたんですけど、その歌を始めてから、あ、なんか R&B って楽しいなとか、なんか自分もこういう歌歌いたいな、あ、ちょっとフェイクしたいなとかいろいろ思って、なんか私って R&B 好きなんやって思ったので、そのミーシャさんとか宇多田ヒカルさんとかを聴いてます。確かに歌の中にちょっと、うん、あの宇多田ヒカルさんのニュアンスというか、確かにある感じますよね。宇多田ヒカル味はある。ただすごく水木ちゃんのオリジナルではあるんだけど、うん、いい形でなんだろう、少しお邪魔してるというか、あ、好きだったんだろうなっていうのを知って、うん、言われたら納得ですよね。ね、嬉しいって感じるのすごくあるかも。うん、まあね、そんな水木ちゃんの歌をせっかく来てくれてるので、聞きたくないですか？そんな贅沢しちゃっていいんですか？しましょう。まあ、これね、前回ね、おしらに無茶振りをして、はい、もうこの後も歌ってくれよみたいな、なんか、こと言ってたので、今回もちょっと歌ってもらいましょう。お、いいですか？ちなみに最近ハマってる曲とかなんか、はい、なんかあったら。最近は、はい、ゆうりさんのドライフラワーをめっちゃ聴いてます。おい、じゃあ、今日はそのゆうりさんのドライフラワーを歌っていただいてもよろしいでしょうか？はい、ぜひお願いします。よろしくお願いします。それでは、準備しましょうか。ちょっとドキドキする。ね、するよね。ドキドキする。ドキする。みんなドキドキしちゃダメです。いや、ファーストテイクでいきましょう。ファーストじゃあ無理。これは OK です。はい。はい、OK です。OK ですか？お願いします。じゃあ、ゆうりします。ゆうりさんのドライフラワーです。わ、て、せい。多分私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい。君との日々もきっと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 色あせる。イエーイ。ありがとうございました。いや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 、いいですね。あら素敵。あら素敵。生演奏で。生演奏でやっぱ贅沢ですわ。パーソナリティ。パーソナリティさん。ここで聴けるっていうね。素晴らしい。ありがとうございます。ね、やっぱなんか低音がすごく素敵だなと思うんですよね。低いところ。俺が好きなのはね、うん、あの入るときの。ああ、わかる。エッジボイス。エッジボイスの具合が好きなんですよ。コロコロっていうね、アレンジもね。もう素敵素敵、本当にもう YouTube であの他の曲も歌ってるんですけど、もうコロコロってアレンジをたくさんするので大癖の初めての中とかもあるのでぜひね聴いていただきたい。あれね、ぜひ聴いて。だいぶ攻めたね。はい、もう入れれるとこ全部入れます。いや本当にすごい。なんか19歳でどうやったらそんなに切なく、なんか確かに切なさがあるよね。切なさがしっかりなんかある。そうですか。うん、なんかそこはすごく素敵だなと思いました。褒めていただけて。いや、もうぜひね、たくさん他にも、あの、丸の内サーディスティックだったりとか、
後半の1分30秒ぐらいから。あ、もうすごい。めちゃくちゃいい感じなので。結構見てますね。結構見てますね。もう、すごく素敵なので、皆さんぜひ見てください。お願いします。はい、もうありがとうございました。ありがとうございました。はい。ね、これ一生話をしてたいんですけども、ね、そろそろね、終わりというか、あ、もう時間、お時間ですか。お時間の方が、あの、ディレクターとかいないんですけど、あと5分ですみたいなね、出てるテンションなので、まあ、そろそろね、終わりになりますということで、みずきちゃん、あの、ラジオをお聞きの皆さんに、何かお知らせみたいなのがあったりしますか？はい、あります。お、その、私が所属しているハイスクールバンバンというグループで、うん、この前初めてのオリジナル曲がリリースされまして、最高、ありがとうございます。最高の最高の曲が最高の曲が、まあ、カラーズという曲なんですけど、うん、すごいポップな明るい曲で、その曲は11月18日にリリースされたので、うん、ぜひ聴いてみてください。 MV がなんか青春で、いや本当によろしいでございます。ドローンあれわかんないが、そうです、上からのやつですね、はあ、すごい素敵なやつ、はい、うん、続けて12月18日にはその2曲目のオリジナル曲で JOY という曲をリリースしたので、はい、うん、ぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思います。聴きます、聴きたくろ、聴きます、聴きたくろって言って、聴きたくりましょう、あの、この後ね、もうぜひでも、うん、すぐ聞きたくりましょう。聞きたくろ。はい。この後たくさん聞くものありますね。忙しい、ね。もう順番にね。順番にお願いします。順番にそれを聞いて、最後にもう一回このラジオに戻ってくる。まず、でも俺が何かの確認をしていただくような形でやっていただければと思います。はい。はい。はい、まあ、ね、ぜひね、聞いてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、第2回目のこのラジオはもう終わりになっちゃうんですけども。寂しいですね。はい。みずきちゃん、ゲストとして、はい、どうでしたか？初めてのラジオということだったんですけど、確かに初ラジオの感想は聞きたいね。初ラジオで生で歌わされてますからね。もう多分これでどのラジオも行けますよ。確かに。どのラジオラジオで歌わされるとかない。本当になかなかね、クロートがやることなので、ね、もうベテランのアーティストだったんですよね。どうでしたか？あ、すごい楽しかったです。よかった。めっちゃ緊張して、ちょっとおしゃべりが、うん、ちょっとね。あれだったんですけど、大丈夫、反省会するの反省会をそれ毎回ごめんなさい、俺もね、前回俺の感想で反省会しちゃったから、そんなことなかったですもんね、もうバッチリした、本当ですか、はい、お二人がすごい上手になんかね、先輩持ち上げるの上手いですよ、ですね、彼女はね、ありがとう、楽しかったです、よかったです、ありがとうございます、ありがとうございます、遊びに来てください、ね、また遊びに来てください、曲がね、新曲の時には、はい、ぜひ、あれじゃないですか、次バンマン、バンマンで、いや、ほんとまたコラボしたい、俺またコラボしたいってもう100回ぐらい言ってんだよ私たちもです、ね、じゃあもうそれはやってください、本当にもうそれはやっていただいて、はい、はい、楽しみにしてます、ありがとうございます。どうでした、トールさん、いや、もう楽しかったです、もうそうですよね、はい、楽しいですね、あの彼女たちが名古屋にいるので、うん、あ、普段会えないんですよ、はいはい、で会った時は、うん、もう結構そのコラボでこれをやってこれをやってっていうのは決まってて、あ、そのなんかパツパツですもんね、そうパツパツだからおしゃべりできなかったんですよ、はいはい、そうだからこうやっておしゃべりできて嬉しかったですよ、俺は、いや、はい、自分も嬉しかったです、うん、私もすごいみんなで嬉しかったですほのぼのほのぼのみたいな、確かにこれでまた会話をしたので、またこのコラボする時にもちょっとまた違う雰囲気が出るじゃないですか、ね、楽しみにしてよ、ね、ぜひねしてください、それは一位視聴者として楽しみにしております。はい、そんなこんなで、はい、第2回トールスレイディオ終わりになりますので、また皆さん、はい、第3回目をね楽しみにしていただければと思います。思います。はい。第2回目のゲスト、神田みずきちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん次回お会いしましょう。じゃあねー。さよなら。さよなら。おやすみ。